土橋博之です。こんにちは。今日はヴァンフォーレ甲府のオフィシャル DVD の、収録のために来ました。当時、ヴァンフォーレ甲府で、ビラ配りだとか、署名活動とかいろんな経験をさせてもらって、それが、松本山と品川のパルセーロというクラブですごく生かされて、すごく、両チーム、クラブ自体大きくなってきています。そして今年ヴァンフォーレ甲府から2人の選手が、旗田選手と木下選手が、パルセーロに移籍してきました。移籍してきた時にですね、中田健二さん、そして勝也の方、石原勝也ですね、勝也の方から連絡が来て、面倒見てやってくださいと、すぐに連絡が来たので、すぐにでも、2人を連れてご飯に行きたいと思います。責任持って面倒見たいと思います。そしていつの日か、品川のパルセーロは J リーグに昇格してヴァンフォーレ甲府と試合をやりたいと思いますので、その日はどうぞよろしくお願いします。そしてこれからもヴァンフォーレ甲府、松本山雅、品川のパルセーロをよろしくお願いします。